はい、どうも皆さんこんにちは。オーディオ系のガジェットを専門にレビューしている YouTuber のラーマオです。今回ご紹介しますのはこちら、 JBL らしいパワフルな低音とキレのある高音が特徴のノイズキャンセリング対応のワイヤレスヘッドホン JBL クラブ1を今回ご紹介します。JBL といえば以前ご紹介しましたこちらの完全ワイヤレスイヤホン JBL クラブプロプラス TWS がかなり人気で、僕が紹介したのきっかけで、まあ、YouTuber やブロガーさんもね多く取り上げていただけるようになって非常にこう人気が出ていて品薄状態になっています。そこでですねこう JBL さんからお礼ということで最上位のノイズキャンセリングヘッドホン JBL クラブ1を送っていただきました。ありがとうございます。このクラブ1もね JBL らしいロックや EDM との相性がいい音質で、クラブプロプラス TWS が好きな方はかなりね好みの音質だと思いますし、まあ僕もねロック結構好きなんですけども、ロック好きな方はねやっぱりこう JBL の音かなり好きなんじゃないかなと思います。それにね本体の質感もかなり良くて、まあ、ちょっと重たいんですけどね、その分かなり高級感があります。今回もですねノイズキャンセリングだけでなく外音取り込み機能も搭載されています。再生時間はノイズキャンセリングオンジで最大23時間再生可能となっています。またですね15分の充電で2時間使える急速充電にも対応しています。付属品もねこんな感じで非常に豪華ですし、アプリにも対応しています。まあ、それでいてね他のノイズキャンセリングヘッドホンと比べても結構価格が安いんですよね。最上位のヘッドホンなんですけども結構安いんですよ。そこも大きな魅力となってますね。アプリの使い方やヘッドホンのね操作方法に関しては後半にご紹介するとして、まずはですね開封シーンをどうぞ。はい、ということですね、 JBL のクラブ1開けていきます。はい、おお、すごい、結構丈夫なケースついてますよ。まず付属品から見ていきますか。付属品いっぱい付属してますね。おお、まずこちらクイックスタートガイドとかアプリの紹介とか安全シートとかいろいろついてますね。こちら 3.5 ミリの AUX ケーブルですね。有線でも音楽を聴くことができます。こんな感じで JBL と書かれてまして、こちらにはこうかクラブと入ってますね。でケーブルはですねこういうちょっとこう布製のねケーブルになっていて高級感ありますね。でしかもこんな感じでリモコン付きです。リモコンもついていてマイクもついてるようなので有線で通話することも可能のようですね。うん、4曲なってるので有線での通話も可能ですね。はい、でこちらが 3.5 ミリのコイルケーブルですね。こんな感じで JBL とロゴが入ってますね。でこちらは3曲のねプラグになってるので、まあ、マイクはついてないということですね。でこちらが充電用の USB ケーブルですね。こんな感じで JBL のロゴが入ってますね、きちんと。まだこっちにも JBL とロゴ入ってます。タイプ C になってますね。ケーブルってあんまこうね、ロゴが入ってないこう安いケーブルが多いんですけども、ちゃんとね、ロゴが入っててしっかりしてますね。しかもなかなか長いです。完全ワイヤレスイヤホンだと結構短いのあるんでね。これいいですね。で、こちらが先ほどの 3.5 ミリから 6.3 ミリに変換するアダプターですね。オーディオインターフェースとかヘッドホンアンプとか使うときに使用するやつですね。で、これが飛行機乗ったときに使うフライトアダプターですね。JBL のロゴがちゃんと入ってます。フライトアダプターで書いてますね。で、ここに先ほどの 3.5 ミリのケーブル、プラグを挿すとこがありますね。飛行機乗ったときにね、映画見るときにワイヤレスのヘッドホン持っててもね、使えなかったりするんで、このフライトアダプター結構重要ですよね。さ、では見ていきましょう。はい、こちらがキャリングケースですね。JBL のロゴが入ってるんですけども、ちょっとこう三角形みたいな感じの形状になってますね。見てわかりますかね。見てわからないか。すごい硬いです。めちゃくちゃ硬い。かなり硬いです。これだったらもうヘッドホンしっかり守ってくれそうな感じしますね。でこっちにはクラブと書かれてますね。もう至る所にこうシリーズとかねJBL のロゴが入っていてこだわりが感じられますね。でここにストラップがついてますね。じゃあ開けます。はい、おお、来ました。よし、あ、なんか重量感結構ありますね。ちょっと重たいです。ちゃんと傷つかないように保護してありますね。コンパクトにするとこれぐらいねコンパクトになるんですけども、これが引っ張るとこうやって伸ばすことができます。はい、まずこちら R 側ですね。 JBL のロゴがしっかりと入っていてここにクラブと書かれてますね。で L 側も同じような感じですね。で両方とも操作できる部分がありますね。え、って何これ、両方ともケーブルさせるようになってんのこれ、すごいな。はい、でイヤーパッドはこのような感じになってます。結構分厚いです。柔らかいです。こんな感じでかなり低反発ですね。押すとずっとこんな感じでなかなか戻らないのでかなり低反発になってますね。で内側はこんな感じになってます。かっこいい。ドライバーがこう見えてるのかっこいいですよね。でヘッドバンドはこんな感じになってます。うん、ヘッドバンドも柔らかいです。でここに JBL のロゴが入っていて、ここの側面の部分がちょっとこうシルバーになっていてかっこいいですね。このデザインが
ちょっとワンポイントになってますね。材質はわからないんですけども、ここもねひんやりとした感じがあって、金属ですね。結構ね重たいんですよ。こう嫌な重たさじゃなくて、こう高級感の感じる重たさなので、かっこいいですね。完全ワイヤレスイヤホンのねクラブプロプラス TWS ね、完全ワイヤレスイヤホンの方もそうですけども、ブラック一色で、ちょっとこう大人なね、男がこう好きになるようなデザインになってますよね。可動がですね、こんな感じで可動するんですけども、まあ、いわゆるこのスイーベル機構はついてないですね。スイーベルはしないようになってます。で、ここがちょっと特殊というか、こう、こんな感じでコンパクトにすることができるので。ちょっとこの機構としてはちょっと独特な感じがしますね。やっぱり比較対象といえば、まずはこのゼンハイザー。比べるとこんな感じですね。大きさとしてはそんなにびっくりするほど違いはないですね。こうイヤーパッドがね、こう JBL の方非常にこう低反発で、なかなかこうすぐには戻らない感じになっていて、すごく柔らかいんですよね。で、ゼンハイザーもね、すごく分厚くて、分厚さはね、ゼンハイザーの方が分厚い感じあるんですけども。ゼンハイザーはこうすぐ戻っちゃう感じでありますね。うん。で、ゼンハイザーの方がこの耳に接する部分はちょっと大きい感じがしますね。ゼンハイザーかなりね、耳に覆いかぶさる感じになってるので、こう比べるとちょっとね、JBL の方が小さいかなって感じがしますね。はい。で、こちらがソニーですね。まあ、ソニーと比べるとね、もう全然色も違うんで、比較しにくいんですけども、軽さが全然違う。ソニーめちゃくちゃ軽いな。JBL はちょっとね、重ためな感じあります。ここにやっぱ金属とか使われてるからね、剛性はこっちの方があるような気がしますね。はい、ではペアリングしていきます。まずこれ電源ボタン長押しですね。これで電源が入ります。で、そしたら Bluetooth のボタンを押します。そうするとですね、このように点滅してペアリングモードになります。そうするとね、クラブ1と出るのでこれタップします。そうするとこのように接続済みになります。簡単です。はい、ということですね、先ほどの開封シーンから3週間近く経ってます。結構がっつり使わせていただきました。いつも通りですね、使ってみていいなと思った部分と、ちょっと微妙だなと思ってしまった部分も述べていきます。まずいい部分ですが、やっぱデザインですね。個人的にはデザインかなり気に入りました。持ってみるとね、結構重たくてずっしりとしていてね、重厚感が結構あります。持ってみてね、やっぱりこうしっかりとしてるなっていう感じがします。特にね、このアーム部分が金属なんですよね。かなり堅牢に作られていますし、このドライバーの周りをね、金属のフレームで守ってある感じもまた素晴らしいですよね。まあね、男が好むデザインといいますか、ブラックで統一されたね、こうメカニックな感じが非常に素晴らしいですよね。なのであんまりこう女性受けはしないんじゃないかなと思いますね。またこのイヤーパッドも非常に柔らかくて、耳がね痛くなることも僕はなかったので、金属的なデザインでね、ちょっとこう武骨なデザインながら、使用感もねなかなか良くて、しっかりとね考えて設計されている感じがします。またつけてみたこう外観を見るとこんな感じですね。こうめちゃくちゃかっこいいんですよね。やっぱブラック一色なので落ち着いた印象がありつつも、ちょっとなんかね、やっぱこう JBL のロゴもあって、ちょっと派手めな感じもあってね、やっぱロックな感じがしますよね。それからノイズキャンセリングについてですが、やはり完全ワイヤレスイヤホンよりヘッドホンの方が少し上で、しっかりとねノイズを軽減してくれます。ノイキャン特有のね、こう耳が詰まるような圧迫感もないですし、しっかりとしたノイズキャンセリングになっています。まあ、相対的にね、分かりやすく表現すると、ソニーのですね WH-1000X M4 が10段階中で10だとすると、まあ、クラブ1はですね大体8くらいですね。そんなに言うほど大きな違いっていうのは感じなかったんですけども、やっぱりねかなり真剣に比較すると8くらいかなっていうふうに思いますね。十分ですねノイズを軽減してくれますし、まあ、さっきも言ったんですけども、完全ワイヤレスイヤホンと比べるとノイズもねかなり軽減してくれるので、不満なく使うことができるので、かなり実用的だと思います。それから外音取り込み機能についてですが、これもですねソニーを10だとすると、まあ、大体6くらいですね。ソニーってノイズも少なくて、しっかりと周りの音をね聞くことができるので、すごいレベルの高い外音取り込み機能なんですが、クラブ1はねこう少しこもった感じの外音取り込み機能になってますね。近くの音をよりね取り込んでくれる感じですかね。こもってる感じもね、そんなに気になるほどではなくて、まあ、十分実用的ではあるんですけども、やっぱり比較するとね、ソニーがすごくいいなというふうに思いますね。まあ、若干こもって聞こえるんですけども、使えないことはなくて、まあ平均的かなということで6点という感じですね。それから操作性についても何の不満もないです。ここはね、やっぱり完全ワイヤレスイヤホンと比べても、ヘッドホンなんでね、ちゃんとこうボタンがいくつもついてるので、操作性もかなりいいし、誤操作も少ないです。まずこれ左側の一番上にこれ電源ボタンがあります。これ長押しします。そうするとね、ギターの音が鳴って電源がオンになります。このギターの音が鳴るのもね、このマーシャルに似た感じで、ちょっとこう派手めな音質をイメージしてるという感じなんですかね。で、その下が Bluetooth なんで、これね、ペアリングするときに押すボタンですね。で、一番下はですね、ノイズキャンセリングのボタンで、長押しするとノイズキャンセリングのオン。で、一回カチッと押すと、外音取り込み機能のオンをすることができます。左側は上がプラス、下がマイナスで音量の上げ下げをすることができます。で、2秒長押しで曲送りと曲戻しになってます。非常にわかりやすいです。で、真ん中のボタンで再生一時停止ができるので、
まあ、操作性はねかなり良くて誤操作ほぼないと言っていいと思います。であとねこの左側のこの JBL のこのロゴの部分、これ押せるようになってるんですね。これを押すとですね音声アシスタントを起動することができます。右側は押せないようになってます。それからこれも非常に素晴らしいなと思うんですけども、マルチポイントにも対応しているので2台同時に接続することができます。これはねテレワークを良くするようになった今の時代に本当にぴったりの機能で、仕事用の PC とスマートフォン両方ですね同時に接続しておくことができるので、 PC でオンラインのミーティングにクラブワンでね出た後にスマホでね音楽を聴きながら仕事しようと思った時にいちいちですねこう接続し直す必要がありません。普通にスマートフォンで音楽を聴けば勝手にですね接続が切れ替わってヘッドホンから音楽を流すことができます。でパソコンで YouTube を流せばパソコンの音がヘッドホンから聞こえてきます。両方同時にですね音を流すことはできないんですけども、両方とも接続しておけるので本当にこうシームレスに切り替えることができます。切り替えることができるというか両方とも接続することができるんですね。最近は特にもうマルチデバイス、一つのデバイスじゃなくてもう2つも3つもね使う方って非常に多いと思うので、このマルチポイントね非常に便利な機能となっています。それからオンラインミーティングでこのヘッドホン使うかどうかちょっと分かんないんですけども、まあ、ちょっとオンラインミーティングで使うにはちょっとなんかごついような気もするんですけども、オンラインミーティングね仕事とかじゃなくてねこう友達となんかこうオンライン飲み会とかする時にも使えるんでね、一応ですね通話品質も確認してみたので、まずはそちらの映像をどうぞ。はい、こちらですね JBL のクラブ1で録音した音声になります。 Zoom を使って録音しています。音声の感じはどうでしょうか。はい、ということですね、音質も十分いいと思います。特別音質が悪いわけではないですし、まあ、十分ですねこう実用的なレベルになっているなと思います。それからですね軽くねアプリについてもご紹介します。左側の真ん中のですねこのオレンジの JBL のアプリがそうです。これタップします。このアプリでですねこの JBL クラブプロプラス TWS とクラブ1両方ともですね管理することができます。 ANC はですねノイズキャンセリングのオンオフをすることができます。でその隣のスマートアンビエント機能っていうのは外音取り込み機能の種類を選ぶことができます。一番上のですねアンビエントアウェアっていうのは音楽の音量を変えずに周りの音をですね取り込むモードで、このトークするモードっていうのがオンにすると音量を下げて周りの音をですね聞きやすくしてくれるモードになります。まあ基本的にはトークするモードでいいんじゃないかなと思います。アンビエントアウェアだと音量下がんないんでやっぱあんまね周りの音聞こえないので、トークするモードの方がやっぱいいんじゃないかなと思います。それから一番下にこのイコライザーがあります。 DJ の方がですねチューニングした音質に変更することができます。これもねかなり個性的で楽しめるイコライザーになっています。でそれから、まあ、ジャズとかねピアノとかジャンルによってね合わせることができるプリセットが用意されています。で右下のカスタムのこの下のね編集っていうところを押しますと、自分でですね好みに音質を変更することができます。低音を上げたりとかちょっと高音下げたりとか、で真ん中ちょっと上げようかなとか、かなりね細かく調整することできます。まあ、でもかなり細かくっていうほどじゃないのか、一応この編集するこの点はねいっぱいこう打つことはできるんですけども、そんなに細かく調整することはちょっとできない感じになってますね。で、まあ、操作方法の変更に関しては、まあ、これだけねしっかりとこうボタンが割り当てられているので操作方法の変更っていうのはないですね。それから音質についてですが、 JBL らしい低音の力強さと響きが印象的で、まあ、中高音のキレもねかなりあって密度の濃い音になってます。低音はね JBL の割に量はねそんなに多くない感じはしますね。やっぱりこう JBL ってちょっとこう低音の量が多いみたいな、こうゴリッとしたね低音の主張がかなり強い音っていうイメージがあるんですけども、僕がね所有しているノイズキャンセリング対応の完全ワイヤレスイヤホンの中では一番量は少ないです。ただそれでも存在感がかなりあるのが素晴らしくて、力強くてねキレのある輪郭のくっきりした音質になっているので、量は多くないけど存在感はありますし、解像度もかなり高いです。はっきりとした低音といった感じですね。中音はですね低音の量がやっぱり多くないので、まあ、全然邪魔してる感じないんですよね。しっかりと前に出てくるし、ボーカルの表現もすごい分かりやすくて解像度も高くてね非常にいいんですけど、やっぱ少し固めなのでね、まあ情緒的なね表現といいますか、雰囲気よく楽しむような中音ではないかもしれないですね。やっぱりこうボーカルのこう温かみというかね情感を表現するにはやっぱりもうちょっとこう柔らかさっていうのが必要だなとは思うので、結構ねキレのある感じにはなってるので、ボーカルの繊細な表現もちゃんとできるんだけども、もうちょっと柔らかさがあった方がねよりこうグッとくるものがあるのでね、やっぱり雰囲気よく楽しむ感じではないのかなっていう感じがしますね。高音はですね特にキレがあって結構固めでね輪郭のくっきりとした細かいディティールまで表現してくれる音質ですね。音場はですね狭くはないんですけども、ソニーやゼンハイザーと比べると真ん中に寄っている分ね密度が非常に濃い感じがします。全体的にねこうかなりキレがあって密度も濃いので、まあ、派手な音質になってますね。まあ、クラブ
というですね、名前がついている通り、EDM とかにね、相性がいいようにチューニングしてるんだと思いますが、EDM 向けというと、やっぱりこう低音の量が非常に多いみたいなイメージになるかと思いますが、実際聞いてみるとね、低音の量はすごい多いわけではなくて、解像度が高くてキレのある分、存在感があるといった感じで、むしろですね、印象的なのは高音ですね。かなり細かく音を鳴らしてくれるし、まあ、キレのある高音で、EDM のね、シンセの広がりやね、響きを非常に気持ちよく表現してくれます。EDM 向けでめちゃくちゃ低音が多いヘッドホンとかもあるんですけども、低音の量がめちゃくちゃ多いと、高音をね、邪魔してしまって、広がりがあんまなくなってしまうので、EDM ってね、意外とこう低音の量も大事なんですけども、シンセも非常にね、こう広がりのあるシンセが含まれているので、その広がり感も楽しむことができないと、ただこう低音がね、こうズンズンしてるだけになっちゃうので、チューニングは非常にうまいなと思いますね。まあ、簡単に言ってしまうと、まあ、キレがあってね、こうロックや EDM を聞くと、スカッとするというか、こうノリよく楽しめる音といった感じですね。なので最初も言ったんですけども、ロックや EDM を聞く方にはかなりおすすめしたいですね。逆に例えば、こうミレイとかね、まあ、夜遊びとか、まあ、最近人気ですけども、歌の表現や柔らかい感じを楽しみたい曲の場合は、まあ、歌の表現はね、悪くないんですが、やっぱりキレがいいのでね、もっとゆったりと聞きたいんだけどなっていう方もいらっしゃるかなと思います。それから微妙だなと思ってしまった部分なんですが、結構重たいところ。イヤーパッドもね、柔らかいし、側圧もね、そんなに強くないので、装着感もね、全然悪くないんですよ。側圧はね、むしろゼンハイザーの方が結構強くて、痛いなっていう風に感じることもあるんですけども、重たさはね、JBL の方があって、378.5g なので、ワイヤレスヘッドホンの中ではかなり重たい部類に入りますね。まあね、この金属のアームを使用していて、かなり堅牢に作られているので、仕方ないかなと思うんですけども、重たいのでずっと使ってるとね、ちょっと肩やね、首に疲労感を感じることがあります。正直ね、これは好みが分かれる部分かなと思います。はい、ということですね。 JBL のですね、最上位のワイヤレスヘッドホン JBL クラブ1のご紹介でした。外音取り込む機能は平均的だったんですが、まあ、ノイズキャンセリングのレベルは十分高いと言っていいです。それにデザインですよね。個人的にはデザインめちゃくちゃ気に入りました。このね、この金属のフレームもですね、非常にかっこいいですし、収納の仕方もね、ちょっとこう独特なんですけども、結構コンパクトになりますし、このね、ケースもしっかりと作られているので、持ち運びもしやすそうです。またですね、マルチポイント対応で2台同時に接続することもできるので、性能はですね、フラグシップモデルらしいなと思いますね。個人的には音質ですね。かなりキレがあって、まあ、輪郭のくっきりとした細かいディティールまで表現してくれる音質なので、硬めで派手な感じはありますが、ロックや EDM などをノリよく楽しみたい方にはですね、かなり好まれる音だと思います。改めてね、この JBL のクラブプロプラス TWリスとクラブワンを聞いたんですけども、やっぱり僕はね、 JBL の音が好きなんだなっていう。最近はですね、こうミレイとか夜遊びとか、あと映画のね、劇伴曲とかも聞くので、音の繊細さとか音の広がり感とかね、やっぱりこうゼンハイザーとかはね、その辺の表現が非常にうまいので聞いていて非常に心地いいんですけども、やっぱり僕はね、この 9mm とかね、こうアジカンとかね、あとアレッソとか、ノリよく音楽を楽しむのも非常に好きなので、そういう系の場合はね、やっぱりこう JBL の方がね、こうゼンハイザーと比べてもやっぱ相性いいんですよね。見た目もね、非常にこうロックで、ノリよく音楽を楽しみたい方におすすめしたいなと思います。まあ、それにゼンハイザーと比べると非常に安いんですよね。この価格でこのデザインと音のクオリティだったら、僕は十分におすすめできると思います。下にですね、商品のリンク貼っておきます。気になる方はですね、ぜひチェックしてみてください。ということで、この動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それからですね、下に Twitter のリンク載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ラーモンでした。